皆さんこんにちは、志摩市長の橋爪正義です。新型コロナウイルス感染症は依然として収束の兆しが見えない中、国は緊急事態宣言を3月7日まで延長することを決定しました。また三重県においても入院患者が急増し、医療体制も逼迫しており、緊急警戒宣言の延長を決めました。志摩市におきましても感染が拡大しています。また1月2月に感染した方の約6割が60歳以上の方々です。さらに市内では2件のクラスターが発生し、これらのクラスターから家庭内での感染が広がっている状況です。これは新型コロナウイルス感染症に関する志摩市の緊急事態です。なんとかここで感染拡大を食い止めなければいけません。改めて市民の皆様、特に高齢者の皆様にお願いをいたします。高齢者の方は重症化のリスクが高いと言われています。まずはご自分を守るために、そして皆様の大切なご家族、お子様やお孫さん、ご友人を守るために慎重に行動していただきますようお願いいたします。また感染された方々やご家族、関係者、医療従事者の方々などが偏見や差別、誹謗中傷にさらされるようなことがあってはなりません。不確かな情報に惑わされることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。私たち一人一人の行動が感染拡大の抑制につながります。みんなで力を合わせてコロナ禍を乗り越えていきましょう。こんにちは、司会の柴山加奈子です。それでは2月16日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。今回の暮らしの情報は、学生応援地域産品給付事業第2次募集と三重とこわか国体デモスポに参加しませんかについてお送りします。まずは暮らしの情報です。今回は新型コロナウイルス感染症対策事業支え合いしましょうの一つ、学生応援地域産品給付事業第二次募集のお知らせについて、農林課の久保さんにお話を伺っていきます。久保さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今回のお話が SDGs のどの目標に関わっているのか教えてください。はい、2番飢餓をゼロにに関する内容です。はい、わかりました。さて久保さん、今回は志摩市学生応援地域産品給付事業第二次募集のお知らせについてということですが、まずどんな事業か教えてください。はい、昨年4月に出された新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の際に、帰省等移動の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難となっている志摩市出身で市外在住の学生の皆さんに対して、志摩市で生産された食品や日用品などの物資を給付して生活を応援する志摩市学生応援地域産品給付事業を実施しました。新型コロナウイルス感染症の拡大が再び全国的な広がりを見せている状況の中、移動の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難となることが想定されることから、志摩市学生応援地域産品給付事業の第二次募集を行い、再度志摩市出身の学生の皆さんを応援するというものです。はい、志摩市親元を離れて生活をしている学生の皆さんにとってはとても嬉しい、ありがたい事業ですよね。今日送るものを実際に持ってきていただいているんですが、どんなものが送られるのか教えてください。はい、志摩市産の農水産物や特産品、布製マスク等をお送りします。具体的には鳥羽島産コシヒカリの島育ち5キロ1袋、伊勢志摩産ひじきの炊き込みご飯の素1袋、
水産高校カツオのミートソース1パック、島産いちごのジャム1瓶、金庫1袋、あられ1袋、志摩市内で製造した抗菌防臭の布製マスクを1枚予定しています。はい、今なかなかこちらに帰って来られない状況が続いていると思いますので、こういった地元の味を離れていて味わえるのはとても嬉しいですよね。それでは続いて申し込みの対象となる方教えてください。はい、市内に住所を有する方の子で市外に在住する学生です。第一次募集に応募された方も今回再び応募することができます。はい、第一次募集に応募された方も応募できるということですね。それではいつまで申し込みすることができるんでしょうか。はい、3月31日まで申し込んでいただけます。540セットを準備していますが、学生1人につき1セットの給付とさせていただきます。申し込みは先着順で、メールの場合当日必着、郵送の場合当日消しに有効です。はい、では続いて申し込み方法についてもお願いします。はい、市ホームページから給付申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、必要書類を同封もしくは添付の上、郵送あるいは電子メールで志摩市産協振興部農林課までご提出ください。第一次募集に申請した方は、志摩市学生応援地域産品給付事業提出書類チェックシートを提出すれば、再度の書類提出は不要です。詳しくは市ホームページでご確認いただくか、農林課までお問い合わせください。はい、対象の方はぜひご応募いただきたいと思います。久保さん、それでは最後に一言お願いします。はい、新型コロナウイルスの感染拡大で、皆さんの学生生活にも大変な影響を与えていると思います。志摩市に帰りたい、家族や友人に会いたい、今までは当たり前のようにできていたことができない状況の中、市外で一人暮らしをしている方は不安な気持ちでいっぱいだと思います。私たち市職員も微力ながら、学生の皆さんに志摩のお米などを食べて頑張ってほしいと思っておりますので、ぜひ多くの人にご利用いただいて、志摩から応援する気持ちを届けたいと思います。はい、ありがとうございます。今回は農林課の久保さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いての暮らしの情報は、三重とこわか国体デモスポに参加しませんかについて、国体推進室の平本さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今回のお話が SDGs のどの目標に関わっているのか教えてください。はい、4番質の高い教育をみんなにと、17番パートナーシップで目標を達成しように関する内容です。はい、わかりました。さて、いよいよ今年は三重とこわか国体、三重とこわか大会が開催されるということで、国体についていろいろお話を伺っています。前回はとこわか運動について伺いましたが、今回は平本さん、デモスポに参加しませんかということですよね。はい、今回はデモンストレーションスポーツ、通称デモスポへの参加についてお話ししたいと思います。国体の競技には正式競技、特別競技、公開競技のほかにデモスポがあります。県民の皆さんが気軽に国体に参加できる機会を設けて、幅広い年齢層の人たちが生涯を通じてスポーツに親しむきっかけにすることや、世代や地域の交流の輪を広げることを目的として実施されます。はい、多くの人が国体の開催をきっかけにスポーツに親しめるように開催をされるということなんですよね。これ誰でも参加することができるんですか？はい、子どもから高齢者まで経験の有無にかかわらず、誰でも参加できる競技や交流体験の部を設けている競技など、気軽に参加できる競技がたくさんあります。46年ぶりに三重県で開催される国体に参加できる絶好のチャンスですので、ぜひご参加ください。はい、確かにこのような大きな大会に参加できる機会ってなかなかないですからね、ぜひ参加いただきたいなと思います。ところでどんな競技があるんでしょうか？はい、4月から11月にかけて県内20の市町で32競技が実施されます。志摩市では
シーカヤックとスタンドアップパドルボード、通称サップが開催されます。シーカヤックは海のトレッキングとも言われ、自然を全身で感じられるマリンスポーツで、大王町の次郎六郎海岸でレースが行われます。またサップはサーフボードのようなボードに立ったまま乗り、カヌーのようにパドルを使って漕ぐスポーツで、次郎六郎海岸ではサップレース、サップヨガが行われ、阿児町の甲白浜ではサップサーフィンが行われます。他の市町でもウォーキングやカローリング、ソフトバレーボールなどが行われますが、中には健康体操、カルタ競技やスポーツ鬼ごっこなどもあります。はい、本当に子どもから高齢者まで多くの方が参加できそうな競技がいろいろとありますよね。平本さん、参加には申し込みが必要と伺いましたが、どうすればいいんでしょうか？はい、三重県または志摩市のホームページから各競技の参加申し込み書をダウンロードして、必要事項を記入し申し込み先へ提出してください。競技によっては参加負担金が必要なものもあります。また各競技で申し込み期間や申し込み方法、参加資格などが異なりますのでご注意ください。はい、各競技で申し込み期間などが異なるということなんですが、志摩市で行われるデモスポについては期間などどうなっていますか？はい、シーカヤックが4月12日月曜日から6月14日月曜日まで、サップが6月7日月曜日から6月28日月曜日までです。こちらの参加申し込みガイドに載っている申し込み先へお申し込みください。他の市町で開催される競技の中には参加申し込みが始まっているものもあります。たくさんの人に参加していただければと思います。参加申し込みガイドは市役所本庁や各支所、アゴアリーナ、図書館などにも置いています。はい、ホームページなどチェックいただいて、ぜひお申し込みいただきたいなと思います。それでは平本さん、最後に一言お願いします。はい、国体の実施競技の一つとして行われるのがデモンストレーションスポーツです。皆さんも国体に参加できる絶好のチャンスですので、ご家族やお友達も誘ってデモスポに参加し、一緒に国体を盛り上げていきましょう。はい、今回はデモスポについてお話を伺いました。平本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回の島の国チャンネル、この辺で失礼します。次回もぜひご覧ください。志摩市と志摩医師会からのお願いです。発熱、咳など風邪の症状があり、医療機関にかかる際には、まずは必ず事前に電話で相談していただき、医療機関の案内に従って受診していただくようお願いします。かかりつけ医や最寄りの病院など医療機関によって受診の仕方が異なります。必ずまずは電話連絡を入れてから受診してください。もしかかりつけ医等がなく相談する医療機関に迷う場合は、県が開設している受診相談センターへご相談ください。受診相談センターは時間帯で連絡先が異なります。9時から21時までの間は伊勢保健所のコールセンターが対応します。電話番号0596275140へお問い合わせください。夜間の21時から翌朝9時までは三重県救急医療情報センターが取り次ぎを行いますので、電話番号0592291199へ連絡してください。感染防止対策の徹底について引き続きご理解とご協力をお願いします。
皆さんこんにちは、健康推進課の坂口です。新型コロナウイルス感染症については県内外問わず依然として厳しい状況が続いており、予断を許さない状況にあります。市民の皆様にも引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。マスクの着用や3密の回避、手洗い消毒など基本的な対策を徹底し、自分自身が感染しないように、また他人に感染させないように注意しましょう。また感染リスクが高まる5つの場面に気をつけましょう。5つの場面について説明します。 1. 飲酒を伴う懇親会など、飲酒を伴う懇親会などにおいては、特に大声での会話や回し飲み、箸などの共用で感染のリスクが高まります。 2. 大人数や長時間に及ぶ飲食、大人数や長時間に及ぶ飲食では短時間の食事に比べて感染リスクが高まります。また大人数の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなるため感染リスクが高まります。 3. マスクなしでの会話、マスクなしでの会話も飛沫感染のリスクが高まります。カラオケや車の中でも注意が必要です。 4. 狭い空間での共同生活、寮など狭い空間での共同生活は長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため感染リスクが高まります。 5. 居場所の切り替わり、仕事での休憩時間に入った時など居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まります。それぞれの場面に応じた感染防止対策の徹底をお願いします。また事業者の皆様においてはガイドラインを守り、利用者にも留意事項を守ってもらうことや、接触確認アプリのダウンロードの働きかけを行っていただくようお願いします。すべての場面においてマスク着用や3密回避、室内では換気を良くすることを心がけ、集まりは少人数、短時間にし、大声を出さず、会話はできるだけ静かに、そして共用施設の清掃、消毒、手洗い、アルコール消毒の徹底を行うことを引き続き守ってください。皆さんこんにちは、志摩市長の橋爪正義です。新型コロナウイルス感染症は依然として収束の兆しが見えない中、国は緊急事態宣言を3月7日まで延長することを決定しました。また三重県においても入院患者が急増し、医療体制も逼迫しており、緊急警戒宣言の延長を決めました。志摩市におきましても感染が拡大しています。また1月2月に感染した方の約6割が60歳以上の方々です。さらに市内では2件のクラスターが発生し、これらのクラスターから家庭内での感染が広がっている状況です。これは新型コロナウイルス感染症に関する志摩市の緊急事態です。なんとかここで感染拡大を食い止めなければいけません。改めて市民の皆様、特に高齢者の皆様にお願いをいたします。高齢者の方は重症化のリスクが高いと言われています。まずはご自分を守るために、そして皆様の大切なご家族、お子様やお孫さん、ご友人を守るために慎重に行動していただきますようお願いいたします。また感染された方々やご家族、関係者、医療従事者の方々などが偏見や差別、誹謗中傷にさらされるようなことがあってはなりません。不確かな情報に惑わされることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。私たち一人一人の行動が感染拡大の抑制につながります。みんなで力を合わせてコロナ禍を乗り越えていきましょう。